これでですね、なんかやっぱり、この私、ありていに言いますけど、この WWF ね、まあ、これ本、本、あのー、出たのがですね、前にも言ったように、2015年の11月30日なんですね。でですね、あのー、それより前にですね、 WWF ジャパンの方でね、あのー、こういうタイトルのですね、ちゃんと今のサイトに載っております、この問題についてはね、これしか載ってないんですけど、2011年6月にドイツで放映された、WWF を批判するドキュメンタリーおよび関連する映像、書籍、各個 WWF 国書について、2015年、えー、3月4日付で出てます。 で、えー、繰り返しますけど、これ確認ですけど、これ、本が発行されたのは、2015年の11月30日、これが第1冊になります、初版第1冊になります。まあ、増加してないんですね、そのね、えー、いうことなんですが、これをね、記述の中でね、もうなんかね、WWF がね、裁判に勝ったようなことが書いてあるんですよ。 で、どんなもんかって言いますとね、えっ、ー、とですね、これだな。えぇ、ー、これをやって。これがね、ページなんですよね。これがページなんですよ。こういうページがあるけどね。で、WWF Japan ね。えぇ、ー、いろいろ書いてんだけどね、 えー、あれは嘘だ、これは嘘だって書いてるんだけど、これで最終的にね、こんなの書いてあるね、指摘、WWF は傭兵部隊を配備し、蔡の角や象下の闇取引と戦うために民間の軍事会社と契約した、えー、うんうんってやつですよね。えー なんかでもねこれはなんか言い訳してないね。えー、WWF はこの事業については何も知らず、承認も資金拠出も行っていません。反応になってないよね、これね。あの具体的に何年に何やったってことを書いたんだからね。まあ、それは別としてですね、えーと、これ最後だよな。要するにね、えー、裁判でね、裁判でこれは、 ああ止めたって言ってるんだけど、止まんなかったんですよ。えー、っとですね、えー、そう、ここに書いた。WWF としての対応と経緯ってところね、最初に WWF ドイツでは、この件については、ARD ってこれ出版社です。あのー、この本を出したドイツの。を裁判所に訴え、ドキュメンタリーで語られている、 次の内容について、今後メディアとして報道しないという裁判所の判決を勝ち得ました。で、書いてるんですね。で、6項目書いてるんですけど、かなりですね、これ事実としてはですね、まあ、細部になるようなものです。で、勝ち得たと。で、判決の結果、これ判決って嘘です。はい、それはわかりました。これはね、こういうことなんですよ。で、この本はね、だから、 この文章の後に出てるんですね。この文章の後に出てる。それでね、えー、っとね、この現地、現地がドイツで出版された1週間余りの後、WWF ドイツは弁護士を通じて国内の書籍問屋やインターネット通販サイトアマゾンなどに対し、現著に多数の事実誤認があると手紙を出し、取り扱いをやめるよう圧力をかけた。これがまず第一。そのために現著はそれから数週間、多くの書店の店頭から姿を消すことになった。 これ解説です、この本のね役者のね、えー、しかし、一部の書店が出版社から直接本を取り寄せて販売を続行、えー、言論の自由を侵害する自己検閲行為として抗議の声を上げた、WWF ドイツが抗議されたんですね。これでドイツの大手紙フル、フランクフルター・アルゲマイ・ネットサイトリング、これ私、よく翻訳をですね、えー、うちのスタッフにしてもらって、えー、今、ウクライナ戦争のことにもよく使う、これ、有力紙です。 これが一件を記事にしたため、ね、問題が全国的に知られ、問屋やインターネット通販サイトは現地の取り扱いを再開したんです。要するに、WWF ドイツの方が言論弾圧だとみなされて、批判されてこの本は生きたんですね。で、その後ですよ。ただし、その後、えー、これはですね、2012年の5月、 WWF ドイツは、現地の発売禁止を求めて、著者と出版社の親会社であるランダムハウスを相手取って訴訟を起こした。だが、ケルン地裁は現地を発売禁止処分にはせず、同年7月、ここが大事、さっきの大嘘だって分かるだ、同年7月に3社による和解を勧告し、著者とランダムハウスは、WWF ドイツの主張する誤りの修正に合意、誤りがあったっていうのは認めたんだね。ただ、これは本質的な誤りじゃない。 えー、原著の内容を修正、一部削除することで一件落着となった和解の結果を反映した修正版は、えー、同年9月に出版されたと、えー、最も重大な削除箇所は,は WWF ドイツのバイオエネルギー担当の女性に関する記述でその女性の名前とインタビューの内容は全て掲載不能となった、えー、本書ではしかしその事実は認めてんですよなんと。 で名前を仮名にしたっていう正なんで、ね、その女性はマダム X、バイオマス女子などと呼ばれているとでいうことでした。つまりですね、えー、これ、私、さらにこれからあのドイツの方の資料も含めて、照、え、合、ー、しますけれど、WWF ジャパンが言っているこの裁判所の判決、判決は出ていません。 判判決決はは出てていいません和解っていうのは判決じゃないです、はいえー、しかもですね、えー、これが全部、この本が嘘みたいなことになっているけど、う嘘,、えー、嘘じゃないということがかえって証明されたということなんですね。えー、こういう言い訳を、名誉総裁に、エーミア孔子殿下という皇位継承者をいただいている団体がやっているということですね。でしかもですね、 しかも、これまた調べたんですすねちょっといっぱいいたりますしかも調べたらですね、その後もですよ、えー、いろいろ出てきます。はいえー、例えばね、これはねこういうことを言ってるんですよ。WWF ってどんな活動をしてるんですかこれは WWF のホームページ。 に載ってることです,ことですけども、WWF は現地政府と協力して密漁を防ぐパトロールを実施したり、自然保護区の設立や、えー、監視者ね、レンジャーの育成、環境保全に努めておりますと書いてあるんだけど、この問題について、実は大問題が発覚しまして、この本の後にですね、大問題発覚しちゃってるんですよ。要するにですね、こういうことだね、こっちじゃないな、これは後の話だな。 えー、割と最近もまたね、報道されてるんです。えー、こういうことなんです。えっ、ー、と、バズフィード、バズフィードニュースってこれ日本でも見れます。日本語版があってね。バズフィードニュースっていうのがありまして、そこがですね、2019年の3月に、環境 NGOWWF が援助する密漁監視レンジャーら、アジアやアフリカで住民に暴力という記事が載ってしまいました。で、えー 環境保全で世界的に知られる NGO 世界自然保護基金 WWF が支援する密漁監視のための自然保護レンジャーらがアジアやアフリカで密漁など,にな,などの疑いをかけた地元の住民に暴行を加え死に至らしめたケースが複数あることがバズフィードニュースの調査で明らかになったと。で、日本語版ではですね、米国版がこういった日本の記事をまとめて省、えー、略すると。まあ、これアメリカ版の記事も取り,取り寄せようと思いますけどね。 えーまあ、例えばね、バズフィードニュースは約1年かけて6か,6か国にわたり、100人以上のインタビューをし、数千ページに及ぶ機密文書、予算報告書、メールなどを調査した、その結果、WWF が一般市民への暴行を繰り返すレンジャーに、えー、資金や物資を提供していることが明らかになった、えー、このレンジャーってね、実はね、国家公務員になってるんですよ、それぞれの国のね。 でそれを要請しているのも WWF で、そのための活動資金を提供しているのは WWF ですで。例えばね、2006年、WWF が保護活動のた,めのために資金援助をしているネパールのチトワン国立公園、ネパールですよ。で、ある地元男性が密漁された際の角を裏庭に隠していると疑った公園のレンジャーが、男性を拷問した。結局、庭からは,角,をは角は発見されなかったもの。 もの男性はそのまま拘留され、9日後に死亡した。えー、高知施設では男性への水攻めや殴る蹴るといった暴行が目撃されている。えー、だが、公園当局、これは WWF 側の発表では、男性はベンチから落ちたとされたと。えー、その後別の男性も拘留中死亡した。遺族はレンジャーによる暴行を訴えたが、公園側、この男性は自殺したと発表したと。で、レンジャーらは、 ネパールの公務員だ、WWF の現地事務所はレンジャー側を擁護するコメントを出し、その後も資金援助を続けていると、えー、それから2014年には、WWF が支援するインドカジラン・カジランガ公園、国立公園の最高責任者が、極めて強硬な密漁対策を政府に提示し、ネパールと同じように密漁者を逮捕し、公禁する包括的な権限を求めたと。 えー、WWF ではインドでも長年にわたりレンジャーに数百本の警棒と暴動鎮圧用ヘルメット、えー、警備用のアンシスコープを提供していると財務資料が示していると、えー、2017年、えー、WWF の支援を受けるアフリカ・カメルーンのロベケ国立公園でレンジャーが11歳の男の子を両親の目の前で暴行した、えー、両親は現地の WWF に、えー、抗議したが返答はなかった。えー 同,同区域では他にもレンジャーによるナタや銃を用いた暴行、銃器やキャンプの破壊行為による被害も出ている、えー。現地事務所のスタッフはこれら残虐行為の申し立てをスイスの本部に報告することになっているが、WWF の現地スタッフはレンジャーの仕事と深く関わっていることが多く、彼らの悪行には目をつぶっているというと。おでロ,ベロベケ国立公園の予算報告書からも、 WWF と政府軍がいかに密接であるかが伺える。WWF は政府軍メンバーのための訓練や彼らの住宅、テレビや船まで資金に、船にまで資金を提供しているのだということなんですね。これ、こういうあの資料も出てるんですけどね。で、これを受けてね、WWF はね、この本の、ね、出た時よりもね、弱気になりましてね、調査しますっていうふうに約束したんですね。 えー、これはね、WWF がね、第三者機関による調査を行う意向も明らかにしたということで,で、実はこれで終わんなかったんですね。で、これはですね、BBC ニュースジャパンですね、これに出てるんですけど、これはですね、 翌年です。2020年の11月2 6日、WWF の人権侵害疑惑独立調査報告書を発表、第三者機関の報告書を発表してですね、160ページにわたる報告書を出して、えー、被害を受け,受けた人々に対して、深く派手しない悲しみを感じていると、えー、透明性を高めるべきだったと、人権を守るように各国政府にもっと働きかけるべきだったもう認めちゃいました。認めちゃいました。で、 認めた中身っていうのはさっき言ったですね、えー、バズフィードニュースのおー2019年3月のニュースに載ってる内容であると書いてあるんですね。えー、いうことですね。えー、で、また最近もいろいろ出てんだよね。えー、ともかくですね、改善に向けて努力すると一応ですね、約束したんですけれども、で、これね、問題なのは、 例えば、あのー、日本の、ね、サイトだこういう、例えばこういうのがあるんですよ、寄付ナビっていうのがあってね、えー、WWF ジャパンの実態はどうですかとお、みんな寄付する団体についていろいろ心配になるからね、それを、まあ、チェックする、5分で分かるっていう、ね、ものなんで、寄付ナビ編集部の人が書いてるんですけども、一番最近はです、ね、2021年で12月8日に、えー、更新されてますが、全く問題のないように書いてるんですけども、 要するに日本、問題のない根拠っていうのは、日本の会計報告だけ見て、要するに事業費にね、99%ちゃんと使ってますよ。使うってうのは何かあっ,ったらね、例えば虎の保護とか、いろんなことを歌ってるんですけども、全部その、送っちゃうわけですよ、日本の場合お金はね。送った先で、そのお金が何に使われてるかって言ったら、さっき言ったような政府軍のね、施設の整備であるとか、あー政府公務員になってるレンジャーが持ってる武器の、武器になるとかね。 でそれでですね応募をやったり、あと、ですねさっき言ったですね自然報告の設立やなんかでね何が起きているかというと、ですね、えー、原住民の立ち退きなんかやってるんですよね。だからこの国書でもねこの言っときますけど、この本は、あれですよ、WWF ドイツが裁判でいろいろやって和解した後中身が一応これはね止められない、事実として認められた中身ですよ。 言っておきますけどね。で、これ、ニューギニアの話が最後に出てるんだけども、ニューギニアのね、原住民に対してね、あのー、保護区を設定して、何をやったかっていうとですね、まあ、数が少ないわけですよ、こういう原住民ね。こう,こういう今、族長の写真なんかも載ってるわけですけどね。こういう人たちに狩猟を禁止しちゃうんですよ。狩猟採集の生活をしている人に狩猟を禁止しちゃう。で、自分たちのですね、予算執行のためのですね、 公園区みたいなのを作るのを優先しちゃってですね、せいぜいこの人たちに言ってるのは公園の、ね、雑席寄付になれと。あるいはね、えーえー、別に、例えばユーカリをね植えてやるからユーカリの油を売ってそれで暮らせとかね、やってることは昔の植民地主義やってることだね。仕事お前帰ろうと。その人たちがもう何百年もそういう状態でいるのに、お前仕事帰ろうと、お前よか大事なね動物院だからね、お前こっちで恥よけてちょっとこれ植えてやるからこれで食ってけと。 いうことやってるのが WWF なんですよ。だからそういう点で、日本の場合はね、例えば日本の中でそんな環境保護事業やってないですよね。やってないあの。要するに、いろいろ、オランウッドはやってないみたいだけど、虎とかゾウとかやってんだけど、まあ、日本で集めたお金、15億円ぐらいになるそうです、毎年ね。これ、いっちゃうんですよ、ほとんど9割。で、こういうことを使われてる。これがやっぱり私としてはね、 よくないなと思うんですよね。それで、しかもね、あのー、これ、ウィキペディアなんかでも皆さん見てください、これね。あのー、始まりからしていろんな各国の王族が加わってると。でも王族が加わってるけど、事務局的にやってるのはい一応ですね、ロシアの関係者とか、そういうとこですよ。しかもね、散々ですね、1950年代まで狩猟をいっぱいやってですよ。虎狩りやったり、象狩りやったりしてる人たちが、なぜか急にガラッと変わってこういうことを始めると。 で,で、それに結びついて、いろいろね、野生動物ツアーもやってるような利権等も結びついてるということが繰り広げられてきて、さっきですね、反論の中でね、そういうのないって80年代には傭兵組織も使ってるわけなんですね。で、もう反論した外から今でもほとんどそれに近いことをやってるということが分かってきちゃうわけで、私はこういう組織にね、あのー、例えば、これもだから、これは、ね、逆に言うとね、 そんなことをご存知でね、私は名誉捜査やってんじゃないと思うんですね、おそらく。で、まあ、皇位継承者でいらっしゃるね、エーミア孔子殿下がね、これやってるったらね、逆に、まあ、これ、公子殿下がやってるからあの、ちゃんとした団体だろうって判断基準になりますよね。これが問題なんですよ。しかも、それはじゃあ何が問題かあ、悪い団体だからって言うんじゃなくて、こう、お前、皇室が汚れてしまうから問題なんです。で、これはやっぱり、 えー、よく調査して、えー、疑いが晴れるとかいう話じゃなくて、もうはっきり言って、さっき言ったように裁判やったり、いろいろ決着がついてる話だから、これは本当は直ちにやめるべきだと、私は思いますよ、えー。あらゆる事象についてですね、どうしようかなと思ってるんだけどね、ちょっとよく調査して、あれですかね、もうこんだけ私も公然とやってるから、公開質問上でも送りますかね、その方がいいんでしょうかね。 あのー、これだけ、ちょっと調べるだけでこんなに出てくるから、きちんとした調査やろうかなと思ってます。まあそんなことをね、あのー、まあ、昨日に続いてね、なんかいろいろ今日からね、コメントにちらちらいろんなの混じるんですよ。いや、これ裁判で WWF が勝ってるはずだったら、多分その WWF ジャパンのね、サイトを見て言ってんだけど、あれ嘘っぱちですから、はっきり言いますけど、嘘っぱちです。 これ、だから、あのー、今、ドイツの方にも手配してですね、資料を取り寄せるように、まあ、時間かかるかもしれないけどね、こういうことはでも慎重にやった方がいいし、あのー、私の言ってることがいささかでもね、間違ったら、間違ってることは間違ってるって言いますよ。ただね、あのー、前に見てる本、この本はちゃんとその裁判の、裁判で和解になった後出てる本ですからね。これは重要な点ですよ。 わかりになってるってことは、この、これ書いてある話あの範囲の話は本当のことですからね。表現の自由とかじゃないですよ、これ。ノンフィクションレポルタージュですよ、これは。ということなんですよね。あの、よくね、共産党系の連中なんだけど、一つの間違い見つけると全部ダメだっていうね、あの、ネガティブキャンペーンあるんだけどね、えー、WWF はね、それプラス嘘を書いてね、あの、かなりねじ曲げたキャンペーンやってますよね。で、それだけ、その事実一つ取っただけでも、私はですね、 皇族、えー、の方をですね名誉総裁に掲げてるっていうのは資格がどうなのかと思いますね。えー、まあ、そういうことで、ですね、えー、ぜひですねそういうね、あのー、善意でおやりになったことなんでしょうから、あのー、我々が国民が守らなきゃなりませんからね、これはね、あのー、ちゃんとやる必要があるんじゃないかと、あのー、まあそれをですねまあじゃあ、これを受けてですねどう考えられるのか。 皇室の方でね、これはこれで別また別の話だと思います。まあ、いずれにしてもですね、あのこういうことが分かったということは皆さんにお伝えしておきます。まあ、引き続き、これはあのー、継続してやりますからね、あのー、ぜひ皆さんも関心を持っていただいて、いろいろお調べになってですね、えー、いただくといいと思います。えー、これほんだあら本当にな。 まあ実はこれ、まだね、人権侵害問題を中心に、ですねちょっと拾っただけの話なんですけど、捕鯨の問題もね、最初言ったようにあるんですよね。捕鯨の問題、かなり複雑な動きをしているし、あと地球温暖化の話も出てくるようですが、これはいろいろね、争いのあることじゃないかなと思うんでね、これも慎重に調べていきたいと思ってます。 でなんでこれがね、触られないかっていうとね、こういった場合だけど、もう、皇族の方が名誉捜査やってるとか、そういう団体って、さんくなるんですよ、マスコミなんかはね。そういう効果があるっていう点では、そこは申し訳ないけれども、お名誉捜査やられてる宮家の方のご責任もあるし、またそれをですね、当然ですね、お世話するっていうかね、あの突然急にですね、えー、宮様にですね、 殿下、えー、に、えー、直接個人的な試合でお願いしたって、それではいはい、そうですかって、はい、急き受けますってな、ないはずでね、ちゃんとこの971もね、971市長も調べてやってるはずなんで、やっぱこれは政府の責任大きいですよね、そういう点はちょっとね、えー、確かめていく所存です、えーまあ、そういうことなんですけどね、どうしても今日は27ですよね。 まだ来ませんよ、検察から。うん、来ないですどんどん。どうなってんだろうね。で、あれだよね、KK、えー、派はね、あのー、なんか週刊新潮にしあの写真で載ったみたいだね、この間ね。なんか、あのー、救,急救急搬送があってね、えー、これ前にも噂ですけどね、お父様はね、ちょっと大変なことになったみたいだけど、まあ、ご無事だったみたいですよね。えー、まあ、ちゃんと いろいろあったらちゃんと対応してほしいですけどね、おそらくここまで来て何もしないわけじゃないんで、なんか動きがあったと思います。それが多分、文字じき分かってくるんじゃないですかね。うん、そんな気がしますね。で、来月は、あの、KK 息子もいよいよですね、司法試験の結果分かりますしね、えー、散々ですね、もうある意味じゃですね、私、雑誌と共同戦線ですよね。 雑誌からしかし、この、YouTube 始めて、初めてでしたけどね、テーミスの編集講義でね、エールを送られちゃったりね、えー、してますからね、お前もっと頑張れよってことだと思いますんでね、頑張りますけどね、えー、まあ楽しみですよね、次のテーミスも何,何を引っさげてくるのがね、えー、楽しみではありますよね。えー、あのー、まあ私もいろいろやりますけどねあの、ニューヨークの方はちょっとね、えー、イベントが今、ないですけどね、 まあでもバタバタしてるんでしょうね。うん。まあ、ちょっといろいろ動きがあればね、またお知らせしますけどね、いまだに帰ってきてません。はい。でこう、こういう状況言ってもね、あのね、この動画を見ないでね、あの見ないでコメントを書く人はいいんですよね。あれどうなったんだとう。告発も諦めたのが、諦めちゃいねえですからね。もうんあの、司法、司法司、司職に預けてある話なんでね。 お待ちしてるんですけど反応がない、えーまあ、不受理なら不受理の次の手を打つという話をしてるけど不受理でもないということでございますのでもう少し皆さん私と一緒に、えー、様子を見て,ていただければ嬉しいですはい <laughs> ということで、えー、後ろがずるずる長いですけどそろそろ終えます本当にありがとうございました失礼いたします <music>